皆さんこんこにちは瀬尾です瀬尾順のレッツ話1997シーズンの J リーグ、レッツは第12節でジュビロ・岩田に敗れ、優勝が難しくなったんですけど、まあ、まだ可能性があった。ところが次の柏レイソル戦、これアウェーです。それからホームのガンバ大阪戦3連敗してしまうんですね。 まあ、当時の、ね、ガンボン大阪っていうのはなにわの黒ひと呼ばれたカメルーン代表のパトリック・エンボマ選手。あのカタカナで書くとエムボマなんですけど発音はなかなかボマらしいんですよね <laughs>、えー、日本人には言いにくいんですけどもあの彼を擁して首位走ってた時期もあるんですよ。たただあの第13節14節あたりで、えー 連敗してただあの、えー、まだ可能性がねガンバ残っていたんですよなんでこんなガンバのことを説明するかというとそのガンバ大阪はレッズと当たった当時首位と勝ち点3差で残り2試合という状況だったんで、えー、まあ2連勝して他のチームが負ければ優勝という可能性が大いにあったわけですよね。だからガンバ大阪は絶対に勝たなきゃいけない っていうこの列戦でしっかり勝ったで、一方レッツは第12節で岩田に負けた時点ではまだ優勝の可能性はゼロになったわけではないんですよ。まあ、低くても可能性は残り4試合全勝すればで他が負ければという数字上の可能性残ってたんですよね。それなのに、次の試合でかし、あの注意。もう優勝の望みがなくなっていた柏に0。3で敗れてしまうんです。 完全にそこで優勝争いから脱落してしてまうとだからこの終盤の3連敗もう勝負に執着するという強さがね見られなかったそう言ってもね言い過ぎではないと思うんですよだからこのガンバ戦如実にね結果に表れていたのかな優勝の望みが可能性があるガンバもうなくなっちゃったレッツただレッツはその前に可能性があった時からもうその力尽きてしまったと。 でまあ、いろいろ理由はあると思うんですよね試合に負けた理由っていうのは一つじゃないと思うんですけど総じて言えばこのシーズン97シーズンのレッズって結束は強くなかったと思うんですよそのレッズっていうのはチームだけの問題じゃなくて、まあ、いわゆるサポーターとチームが一つにという点でいくとサポーターとチームも一つになっていなかったサポーターがケッペル監督に対してやめろっていう帰れっていう弾幕をね 出したっていうことでもわかると思うんですよ。じゃあ、チームはチームでまとまっていたかっていうと。そのケッペル監督が、すごく強い求心力を持っていた。とは思えなかったですね。あの監督にやる気がなかったとは、言わないです。あの、勝つチームにしてほしいというクラブの要請に応えようと、いろいろやってたと思うんですね。システムを。スリバックにしてみたり、フォバックにしてみたり、あるいは選手の。 ポジションを変えて、ね、起用法を変えたりして努力をしていたと思うんですけどその,そのために監督が心を砕いて選手を一人一人指導するとか、えー、何かを落とし込むために一生懸命やるとかっていう感じがなかったしもしかしたらそれは監督じゃなくて個々の選手に言うのはコーチの仕事なのかもしれないですけど一緒に就任したボーラースコーチもあの。 もう私は見てないです選手に個別指導するところはあの原博美さん、えー、今あの J リーグの専務理事やられてますけど原博美さんは当時レッズのコーチだったんですね原さんが居残り練習選手に付き合っているのはもうしょっちゅうっていうか毎回見てましたけどボーラスさんっていうコーチは何をやっていたのかよく覚えていないっていうか多分見てないんですよだから一言で言えば このチームをどううししても強くしたいいんだっていう熱意がね私には感じられなかったあの言われたから言われた仕事をやってるよっていうのはもちろんあると思うんですだけどどうしてもっていうところはね感じられなかったまああの前の年っていうかその前の年から95年6年レッズを主導したそして初めての外国人監督だったオジェックさんまあここに選手もからサポーターも強い信頼を 持ってたと思うんですよね、まあ、それだけに公認監督への見方が厳しくなるまあ、難しくなると思うんですよでもそれを割り引いてもこのシーズンのレッツからは厚さっていうのをね私はあんまり感じられませんでしたあの試合の途中でシステム変えて勝ったっていう時なんかいやケッペルサッカー面白いよっていうサポーターもいたんですけども チーム一丸レッツが一丸となって戦っているというイメージからは遠かったと思うんですよねでまあもう一つこのシーズン終盤になって熱を感じられなかった理由としては翌年のフランスワールドカップのアジア最終予選がそのリング戦と並行して行われていたということもあると思うんですよねだからこの時期にアウェーも含めて代表戦のサポーターに行くサポートに行く レッツサポーターも非常に多くて、えー、そのためにリング戦来られないっていう人もいたわけですまあ4年前のアメリカ大会ワールドカップアメリカ大会がアジア最終予選の土壇場で出場できなかったっていうことも大きかったと思うんですよねだから絶対今度こそともうもちろんあの僕もそう願ってましたけど、まあ、代表のサポートに行くっていうことまではしてませんでしたでその代表の最終予選の第4戦 アウェーのカザフスタン戦だったんですけどこれが10月4日の日本時間の6時から午後6時だったんです10月4日っていうのは J リーグ最終節で,でこれ試合は J リーグ自体は15時から午後3時からだったんで試合時間はあの重なってないんですけど駒場に来ちゃうと代表戦のキックオフテレビで見るにはまあ駒場の横に住んでない限りね間に合わないわけですよそこでレッツとレッツ講演会が共催で 試合終了後にそのままこの場にいてもらえばあのオーロラビジョンで試合見てもらえますよっていうパブリックビューイングを開催することにしたんですねでこの J リーグ最終日浦和レッズはベルマーレ平塚が相手でしたで平塚はですね、えー、ミッドフィルダーの中田秀俊選手それからゴールキーパーの小島伸之選手それから韓国代表のミッドフィルダーで本名ミ選手が不在だったんですさらに えー、直前というか、まあ、ワールドカップのこの予選が始まる頃にフォワードのロペス・ワーグナー選手も日本国籍が取得できたので日本代表に招集されてなんと主力4人いなかったんですねあのベルマーレ自体は成績そこまで良くなかったんですけど本当にもう名前聞けば皆さん知ってるぐらいの選手4人が、えー、抜かれていたわけですよでレッツ岡野雅之選手だけが、えー、選ばれていたんですけど まあそういうその主力抜かれた人数からだけで決まるわけじゃないですけどレッズ有利なのかなと思っていたんですけどずっと0-0の状態でえまあ延長に入ったわけです。で延長に入るとスタンドからもういいよとまあ要はもう J リーグいいから早く代表戦見せろよみたいなそんな声が飛んだわけですよ。当時レッツは7位で、 勝っても負けても多分一つ順位が変わるぐらいでさほど大きく変わるわけではなかった。で第4戦のキックオフにはまだ時間あったんですけどまあ終わってから J リーグ終わってから最終節なんでセレモニーもあるでしょうしもう気が気じゃないという人がね少なくなかったと思うんです。で 最終的にまああの延長の前半4分ですからそれほど遅くなく大島健司選手の V ゴールでレッズ勝ったんですけど最終節でしかも延長戦本当ハラハラするんですよ普段だとそういう結果にこれだけ関心が薄かった試合っていうのは初めてでした勝っても負けてもですけどもしレッツの結束が強くてですねこの求心力があったらもうレッツも勝って 代表も勝つぞっていう気持ちにみんななっていたと思うんですけどまあこの最終戦の雰囲気を見ても1997年のレッズっていうのは結束が弱かったんじゃないかと思います。